はい、魔法にかけられて続きからやっていきたいと思います。前回ねロバートにちょっともうあっち行けって言われたのであっち行きます。はい、さよなら。あ、行けません、ごめんなさい。でももう結構さあれじゃない、後半なんじゃない、だってもうさ大丈夫よね、荒ぶってる荒ぶってる。だってあのほらみんなももう近くにいたよね。うん、いやでもちょっとなんかねしんどいよね。どっち行ったらいいのかしら、こっちかな。とりあえず蝶出しとくね。早っってかあの都会のさすぐ近くにこれがあるとは思えないんだけどね、ちょっとありえないくらい田舎じゃない、急に盛りすぎるよね。よいしょ。その結局毒リンゴを食べるのかしらね。魔法の青いエキス、あ、これ行き止まりだ。じゃあ上に行けばいいのね。なるほど、はい、よいしょ、上行きます。はい、登ってください。あ、でも向こうって指してるよ、間違えた意味もなくその場でジャンプをしてしまったわ。何をしているのって感じよね。待って、なんで向こう行けないの、どういうこと、何が起きているというの。ちょっと回らないで、違うの、ジャンプしたいのよ。よし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 、あ、これも開けるやつじゃん、はい、丈夫ないと、まあ大事よね。あ、これがここか。ん？どこに行けばいいんだ？タンポポは拾っとこう。あんまないですから。あ、こっち行けるわ。こっちか。なるほどね。ま、ご機嫌いかが？スカンクさん。スカンクいるの？このところでどうしたの？まあ、道に迷ったのね。それなら私を迷っているの。ちょうどいいわ。一緒に行かない？仲間になったんだけど。スカンクなんだ。それにして思い出すわ。アンダレーシアでは、よくスカンクさんたちと遊ん、嘘でしょ？本当に？スカンクと遊んだの？何して？え、かわいい。でもこっちの世界のスカンク。何して遊ぶの？そうね。じゃあ今日は悪いキノコを懲らしめてやりましょう。え、嘘でしょ？え？まさかのキノコぶっ潰す前になったの？そうなんだ。10体倒すらしいよ。痛い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 。はい、おお、え、強いじゃん冷静に強いんだけど、よしよし、いいね。なるほど、これで彼女も攻撃方法ができたよってことね。なるほど、ちょっとお花取っといた方がいいんじゃない。でもどうだろう、いらないかな、さすがに。どこにいんの、キノコ。うわ、湧いた。いけ。よし。弱いわね。うん。よいしょ。ついてきてねって、でもついてこないんだよね。はいはい、来てよ。ゴー、ゼロ距離まだ4体なんだよな。
これはまあ湧くわな。はい。生きてる？まだ生きてるよ、こいつ。あ、やっつけたみたい。これであと4。あと4。え？あと 4？ 見逃したっぽい。どこだ？あと4。あ、いた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 。オッケー。あと3。あと 3？ でも広いとこでしか出てこないからな。ってなると、こっちか。ここじゃない？ほら、いた。いねえのよ。ちょっと召喚し直して、はい。でもさ、これこれ現実世界でもやるってこと？戦うのね。じゃあ現実世界でもね。いたわ、はい、ゴー。あと1体。でも実質ポケモンよね。ね、実質ポケモンよ、はい、スカンクのポケモンいたよね、うん、よっしゃ、11体も倒しちゃったわ。さあ、分かったかしら、キノコさん。これに懲りたらもう森の動物たちをいじめちゃダメよ。うん、すっきり。やば。うん、すっきりってストレス発散してるわよ。新しいお友達ができて嬉しいわ。よろしくね。よろしく、どうぞ。とりあえず、あ、でもあと2体まだ使えるようになるのいるんだ。なんだろうね。なんか人いるんですけど。何してるんですか？あなた、アンダレーシアって知ってる？聞いたこともないよ。だろうね。だろうねっていう。急に画面重いんだけど大丈夫なの？あ、動き怖い。はいはい、よし。何ここ、え、何この人、こんにちは。え、どうぞ、良い一日を。何を考えてるんだ。まさかさっきのお金をあげちゃ、え、あげちゃったの。まあ、ロバート、会いたかったわ。お金って、あ、さっきの紙かしら、あげちゃったわ。だって彼女はとっても親切だったの。お礼にと思って。あげたって、じゃあもう好きにすればいいさ。で、君の王子様はまだ見つからないのかい？もうすぐ来ると思うわ。王子様とは昨日出会ったばかりなの。ちょっと待って。冗談だろ。昨日知り合ったって、出会ってまだたった1日ってことなのか。明日に会えば2日目ね。そうそうね、冗談だろ。いいえ、本当のことよ。会って1日だけの男と結婚するのか。彼にその恋ってやつをしたから。そうよ、私たちは出会った、その時恋をしたの。そしてその瞬間に結婚を決めたわ。ゼロ日結婚とかあるからね。うん。まあ、離婚する率高いですけど。今頃素晴らしい結婚式を挙げるはずだったのに。本当だったのに。でももちろんまだ手遅れじゃないわ。あのウェディングドレスはお気に入りだったけど、エドワードは気に入ってくれるかしら。ほら、結婚、なんかすごいね、なんか。どこに行けばいいのこれ。話しかければいいらしいよ。あ、でもここも一回走り回ったことあるよね。どこだったっけ。こっちじゃないみたい。ちょっと覚えてないんだけど。ね。こっちですかね。エドワードに話しかけてね。嘘でしょ。
この格好でここ通っていかなきゃいけないの？やばすぎ。冷静にやばすぎ。やばすぎ。この格好でこれやるのやばすぎ。よいしょ。で、どうだったっけ？道なり覚えてないね。こうじゃなかった？で、ここ行って、着いたみたい。どうしよう、会場はどこかしら、迷っちゃったわ。何？こんにちは。結婚式の会場知ってるかしら。もしよかったら一緒に道を探してもらえないかしら。ペガサスってこと？ユニコーンだった。よろしくね。何ができるの？ごめんごめん、ユニコーンは何をするん？乗れるとかではない？はい。ユニコーンの役割マジで分かんないんだけど。乗れもしない。何の意味があるんだユニコーン。私あなた分からないよ。とりあえず蝶で行くよ。あれ？道がない。あれ、待って、ユニコーンいるわ。じゃあこれ多分ユニコーンさん。道を教えてくれるわけではないのかしら。そうね、特に教えてくれるとかではないけど、多分あれかな、そういう場所にたどり着いたら何かしらのアクションを起こしてくれるよみたいな、そういうこと。そういうわけでもないのかな。ただそもそもここが違うってこと？これユニコーンには絶対無理よ。ずっとね、足音はするわね。足音はするけど、本体は見えないっていう、この、こっちで合ってんのかな。なんかね、戻るのが正しいのか、それとも、全然違うのか。ユニコーン？どうしたらいいの？これ何なの？ホコリか。これだ。これを壊してくれるんじゃない？強っ。そういうことね。ありがとう。理解したわ。よし、やっと進める。で、ここなんかもっとモンスターいたイメージなんだけど、何もいないね。で、よいしょ。なんだここ。行き止まりでした。私なんかやっぱこう行き止まりとかを引き当てる率非常に高いよなと思う。で、あれ？ここも行き止まりじゃない？あれ？そう、すいません。踊ります。じゃ歌います。
歌えません、はい、いや、わかんないけどね。え、なんで失敗したの今の。エドワード、マジどこにいんの、助けて、本当に全然わかんないんですけど、みたいな。特にでも行けるとこないんだけど、謎の扉とかがあるわけでもないもんね。うん、歌ったけど特に何の変化もないですね。上に来すぎ？それはあり得る？うん、確かに。そういうことかな。もっと実は下？うわぁ、道覚えてたらな。全然良かったんだけど。マジ1ミリも記憶にないのね。あ、こっちだったな、みたいな。え、でも行けないよね、どこもね。一方通行よ、ここ一方通行。え？え、待って、ここ壊したんだよね。やっぱユニコーンの出番じゃない？これ。私がやっぱこれ、ずっと蝶で飛んでるから、ダメなのかな。はい。じゃあちょっと一番目まで戻って、出すわ。ちょっと。はい。はい。こっちは？いけない。はい。こっちやないか。全然こっちやないか。ね。騙されたわ、私。くそ。すごいわ、ユニコーンさん。その調子で他の扉も開けちゃって。やばくない？言ってること。まあまあクレイジーウーマンだよね、さすがね。ここは特に、あそこ開けろってこと？はい、バーン。え、ここじゃないの？結婚式。あ、着いた？いたわ。エドワード。よし。結婚式をしようと思ってね。エドワード会いたかったわ。ジゼール。こんな感じで素敵な結婚式をする予定だったのに。ごきげんよう、可愛らしい娘さん。最悪。美味しいキャラメルリンゴ飴入れますか？今日はキャラメルリンゴのサービスで、女の人はただ。ありがとう、親切なのね。どういたしまして。いまいましいリスメ、失敗だ。あと少しだったのに。びっくりした。いきなりなんで、ね、何か飛んできたから落としちゃった。キャラメルリンゴ飴は捨てよう。それよりさっきの話だが、王子様とはデートしたことは？素敵なところに行ったり、そこでブラブラしたり、話とかをしたり。それがデートっていうの？初めて聞いたわ。それで、二人はどういうことを話すのかしら。それはお互いについてさ、何が好きとか嫌いとか、興味があるとか、まあいろんなことさ。それは愛についての話かしら。そうだと、そうだな。そうとも言うかもね。あなたはナンシーに本当の愛を伝えたことがあるの？そうだな。現実はちょっと複雑でね。そんなの簡単よ。あなたの気持ちを歌にすればいいのよ。ちょっと待って。こんなところで歌うなよ。恥ずかしいだろう。恥ずかしいって。人目につくだろう。こんなところで歌うなよ。なんだかんだついてくるわね、これ。すべての台の、歌の台の上で歌を歌いましょう。どういうこと？すべての台？よいしょ。歌を歌うの何の格好でもいいですか？でもこれ悲しいやつじゃない？
悲しいのはちょっと違うくね。よいしょ。え、普通に服変えたい。あ、もう最悪。服変えれないの？変えれるわ。ちょっとこれが見てみたいからこれやってみるね。ねえ。何これ、何の形、全然わかんない。鳥かな。よいしょ。でも黄色は悲しいんだったっけ。いいんじゃない。いや、もう終わった、もうダメ。ちょっと待って、わかった、もう怒った。ピー、真剣にやりすぎるから失敗するのよ。こういうのはね、適当にやるっていうのも大事だなって。なんか別のゲームでね、私感じたのよ。これタッチペン操作は適当にやった方が案外うまくいくって。ほらね、適当って大事。なんか回ってるんだけど、どうしよう。動きづらいからの、走ってもらっていい？ちょっとこれか。え、着替えよう。うん、絶対これがいい。え、ダメなのかな。いいみたい。嘘でしょ。馬、この世界だとがっつり馬なのね。はい、あそこにいた一般市民の方、死亡です。今ダメージ負ったよね。うん、わかるよ。ちょっと待ってよ、リス出てきたんだけど、いやだー。お、何あれ、どこあれ。こっちでいいの、あれか。よいしょよいしょ。はい、よいしょ。これやっぱ適当って大事。うん、ちょっと待って、気持ち悪い。ねえおじさん、ちょっと気持ち悪い。どうしよう。あとあの後ろの女性かな、どういうノリ、テンション謎。あ、すごい、同じ人がいっぱいいるから怖い。あ、怖い。ここはちょっと映画で見たいな。だって映画だったらこんなわけないじゃん。ゲームだからちょっとこれなんだもんね。ダンじゃないのよ。ダンじゃない、ほんと衝撃映像だったね。うーん、僕のジゼル、君は今どこに。この歌は、彼はあなたの恋人。ほら見て、ちゃんと普通の人じゃん、やっぱりね。あ、すごいすごい。これは間違いなく我がジゼルの歌声、愛しい人よ、ならばこの歌に応えなければ。あら、え、ちょっと待って、どういうこと。ハトさん、この花をナンシーに届けてやってちょうだいな。ちょうだいなじゃなくてさ、あの、どうやって鳩を操っているんだ。というか、あの鳩はナンシーがどこにいるかも知らないんだぞ。ただの鳩にこんな大きな花を持たせてどうするんだ。
電話だ。仕事のことかな。ナンシーどうしたんだ急に。ナンシー、ロバートお花気に入ったわ。こういうの大好き。それにお花の中に入っているのは舞踏会のチケット。すごく素敵なデートプランね。まさかあの鳩が。信じられない。しかも舞踏会のチケットだって。ごめん、別に行かなくてもいいんだよ。ただちょっと。もちろん行くわ。すごくロマンチックなことじゃない。絶対行きたい。楽しみよ。あらら。何もなかったって言うなら信じるわ。でもこんな素敵なことをするなんて。どうしちゃったの？あなたらしくないけど、すごく嬉しいわ。じゃあ舞踏会で。うまくいったみたいね。お役に立てて嬉しいわ。ジゼル、君は一体。いや、ありがとう。どうやらナンシーと仲直りができたみたいだ。なんでさ、ね、チャリに引かれたの今。自転車とぶつかってしまった。おいたわしや。ご無事ですか、王子。うるさい、ナサニエル。見ればわかるだろう。あれ、ジゼル。僕のジゼルはどこに消えてしまった。大変だね。だってチャリに引かれたんだもん。早速一つ目の毒リングは無駄になってしまった。残る毒リングは二つ。女王との未来のため頑張ろう。頑張るのやめなさい。はい。ということで、どうした方がいい？これセーブできますか？あ、セーブできる。はい。ということでですね、今回この辺で終わりたいと思います。久々に OG ルートですね。いや、でも、衝撃だな。やっぱチャリに引かれたの面白すぎ。うん、はい。ということで、この辺で終わりたいと思います。バイバイ。